乗ったことなかったの。こんなに気持ちいいんだ。自分で漕げたらもっと気持ちいいんでしょうね。グライダーで飛ぶのもこんな気持ちなの？私はもうずっと車椅子からしか景色を見てなかったから、これでも十分新鮮だわ。ほんの少し目線が高くなるだけでこんなにも違って見えるから不思議よね。
出かけますか。 ごめんなさい。 あなたの気持ちはすごく嬉しかったわ。 でも、 お付き合いはできません。 どうして？ 僕のこと嫌い？ うん、 そういうわけじゃないけど。 っていうか、よく知らないし。 やっぱり迷惑だったかな。 急にあんな手紙渡したりして。 うん、そんなことない。 嬉しかったわ、本当よ。 じゃあ。 でも、ダメなの。 やっぱり、あのミナセってやつと付き合ってるの。 え？ いつも一緒にいるだろ。 昨日も自転車で二人乗りしてるところを見たよ。 私は片思いしてるの。空に。空に？ 私はこの空に恋してるの。ああ、ダメだってアオイ。 真に言ってるんだから。笑っちゃかわいそうだって。そうなんだ。じゃあ、しょうがないよね。分かったよ、ハバネさん。君のことは諦める。ごめんね、宮田君。叶うといいね、君の夢。 叶えて見せるわ。あ、宮田君帰ってく。終わったみたいね。一途だからね。でもほっとしたんじゃない。小鳥が宮田君とくっつかなくて。 小鳥可愛いから、これからもこういうことあると思うよ。早めに捕まえとかないと。何してんの？あんたたち。 見つかっちゃった。<笑>まさか覗いてたんじゃ。そうそう、宮田君に強引に迫られてたりしたらどうしようって思ってね。<笑>でも安心したわ。なかなかスマートな断り方だったと思うよ。 バカにして。 まあ、何よ何よ、いいでしょ。私が何に恋しようか。 危ないって小鳥。 怒らせるあんたらの方が悪いんだもん。デリカシーのない最低野郎ども。ハオイ、あとは任せた。もう絶対絶対許さない。地獄に落ちやがれ。
ちゃん。でもこれは